皆さんこんにちは。 And welcome to Let's Ask Six Sensei. I love to be your host Shogo from Let's Ask Shogo and this is Six Sensei. Six Sensei、本日もよろしくお願いいたします、はい、さあ、海外の方々もやっぱり憧れていらっしゃる方たくさんいらっしゃるんですけど、2頭、ね、刀を2つ使って戦うっていうのはやっぱりもっと学びたいという方がたくさんいらっしゃって、本日はそれについて教えていただきたいと思っております。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ではまず今実際に2頭持っていただいてるんですけれども、はい、2頭そのものについてもう少し教えていただきたくてですね、うん、基本的に1頭で戦うと思うんですけれども、はいはい、2頭を使うことの、まあ、メリットデメリットっていうのはどういったものがあるんですか。まず稽古としては左右の手が自由に使えるようになるっていうのが一つポイントですよね。で、2頭のメリットとしては、例えばあの相手の武器を受けるときに十字に受けられるとか、そうとよりしっかり受けられる。で、そこから抑えるのと切るのが同時にできたりするんですね。戦い方が多彩に、受けと切りが同時になる。片方で受けて片方で切ってるとか、はい、片方で抑えて片方で切ってるとか、そういう優れた面があります。左右を自由に使えればね。ただデメリットとしては使えれば、レバーっていう、そう、大変な作業なんでね、はい、難易度は一気に上がる。上がります、上がります。つまり修行されている方ではレベルとしてはちょっとやっぱりステップを踏んだ方じゃないと2頭は。そうですね、2頭で有名なね、二天一流とか延命流とかね、ああいうところも実は1頭から稽古を始めるんでね、うん、やっぱり1頭が基本なんですよね。そこから2頭に移っていくと、はい、いうところなんですね、はい、それは実際その2頭の技を見せていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい。まずあの刀流は逆二刀で伝わってます。逆二刀、はい、だ右手に小太刀になる。一般的には逆なんですか。正規の二刀流はこっちなんですよ。でも浅山一伝流は逆二刀で伝わってます。へー、はい、なるほど、はい、で理由はわからない、はっきりわからないんですけど、昔8代目9代目の頃に縦取り武者組っていう稽古があったんですね。右手に小太刀、左手に盾で、それが大変人気で全国に門弟が7000人となったわけですね、うん。ところが日本はあの諸手塚の発達が早かったもんですから、その稽古があのその後廃れてしまって、でそこから多分推測するには盾を廃止したところに大刀を持たせるっていうことでこうなったんじゃないかと思っております。で逆二刀として今現在。なるほど、はい、分かりました、はい、ただ今の方ですね、相手が平正眼で、こちらは左手を、左手の大刀を下段、これで下段なんです。でこっちをこう上に上げて上段に構えるわけです。これで寄っていきます、はい、それですっと下げ立ちになると。で面に切ってくるところを十字に止める。で間合いを切ってるんですね、こう、はい、で下ろしても当たらないという、ぐーっと寄ってって切ってきたところをこう外してる、下がりながら、そう、はい、でそのまま左の太刀で太刀を抑える。で右手を上段に上げて切り込む、切り込む、あー、こうなるんです。なるほど、はい、でこれ斬新、鷹の葉、鷹の葉、鷹が羽を閉じたって言うて、それで引いていきます。こういう風になるね。すごい、はい、もし同じニュアンスで片手だったらばこういう風になりますよね。するとここから相手の面切ろうって言ったらこういう作業になってくるわけ。それが2頭だと開くだけで成立するわけです。ああ、なるほど、はい、こういう理がありますね。相手押さえつけられてしまうともう刀上げれないですね。そう、上げれない、物理的に上げることができたとしても上げる間がないんですよ、うん、そうですね、まあ、早すぎますもんね、そこから。これが一緒なんだよ。そうですね、そうですね、もう逃げても、もう顔を切られてますもんね、その時に。はいはいはい、はい、これが十文字ですね。はい、これは鷹の葉ってですね。鷹の葉、はい、先ほどのこう斬新のはあれ斬新鷹の葉です、うん、今のは技そのものが鷹、技の名前が鷹の葉と、はい、特徴的な動きをされながら、はい、要するに鷹が翼を閉じたり開いたり、はい、開いたりする動き、はい、ただ今のは閉じた時に切ってきた。閉じる、開く、
閉じる、ここで切ってきたんで開くとこうなるんです。開くとこうなるんです。なるほどそうそれでもう弾いてるんですね。はいはいはい、でこれが開いた時切ってきたら、はい、結局十文字になるね。あ、そういうふうになってる。なるほど、はいはいはい、これは敵を惑わせるような、そういうことですよね。なるほど、惑わせ誘い、ほれほれっとこういうふうにほいってこうほれっとこういうふうにね。だから状況によると、はい、閉じたら開けばこうなるって。うーん、で開いてたら閉じればこうなるって、はい、どっちでも対応できるように、どっちでも対応できるっていうなってるんですね、はいはいはい、で誘ってっていうね、はい、これもだからまた一刀ではできないことですよね。一刀でこう振り回しても、もちろんもちろん不可能ですよね、はい、なかなか。今ここからねこうやってこう、はい、同時に入りますよね、はい、うん、これが一本だったら、一刀だったら、はい、こういう動きになってくるんで、もう一回回さないといけないですよね。振るためにこういう動きになるか、あるいはこういう動きになるから、これが二刀になるとスピードが倍ぐらい違います。そう、一回で終わっちゃう、こうこうなるね。あ、すごい、はいはいはい、早いですね、はい、その小太刀の方が到達するのが早いですね。鷹の刃ですね、はい、十字に受けたら、はい、止め、ね、止めずに胴を切ってくるわけです。これをねこのまま下げるとこう受けるなんですよでここから擦り込むわけですね、はい、で擦り込んで上下に分けるんです、太刀を。そうすると太刀を殺しつつこう切ってるんですよ。なるほど、はい、こういう風になるんです。もうほとんど持ててないですよ、ね、使い物ならないですね持ってない状態ぐらいまで追い込める。で実際これ刀だったらもうめちゃくちゃ切れてます。あ、めちゃくちゃ切れてます、あちこち切れた上にもう刀も落としてっていう状態になりますもんね、はいはいはい、これが例えばこれ1本、これ1本だったらこういう世界になるんです。あ、なるほど、これでも成立させるんですね。成立するんです、はい、だけどこれがありますんで大きいのがね、はい、だから下から来たやつをそのまま擦り上げる、こうなってくるとでこれも切れてこれもこうやってね、で刀も落としてもう反撃のしようがないです、ね、反撃のしようがない。で相手がこれでこう嫌がって後退してもこのままこう押し込んでいけばいい。居合の方もやっていただいたんですけれども、はい、こんな2頭の付け方があるんですね、うん、そうですね、すごい。さっき面倒ってね来てくるのを2頭でね、はい、やったけども、これは居合になる、この状態片手で目を打ってくるんですよ。これを見切りながら、はい、ここで十字なんです、こう。ああ、つかと、そうそうそう、はい、で相手が胴に来る、これをですねこうするんです。鞘ですか。そうそうそう、刃の方を下に向けてってこうやるんです。そのままの流れでこう入るんです。なるほど、でこれ斬新ですね。かも鞘も活用した技。そう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 、はい、2頭抜かなくても2頭として使って戦えるっていう。そう、その他にこれ二寸五分外すって、塚頭、脇差しの刺してる塚頭の方向に抜き出せばこう入るんです。で相手の足元に落としてこれとトレードするんです。はい、これも2頭を使ってますね、はいはい、そうです、こういう使い方もあります。居合の状態ですとやっぱり同時に抜いて同時に使うってことはあんまりないんですか。居合はそうですね、それすごい変なことになりますね。同時に抜いてっていうのはなかなか難しいですよね。そうですね、一振りずつ使う、一振りずつ使うにしても、ですから同時に抜くの相当難しい、あんまり意味がないそうですね、はいはい。That's it for today. Thank you very much for watching. 分かってはいたんですけど、2頭めちゃくちゃかっこいいですね。ありがとうございます。こう開く動きがあるので本当に雄大でかっこいいですよね。2頭も。技ってでも他あとどのくらいあるんですか、一年流には。2頭の技はあんまりないです。やっぱり難易度も高いですね。そうですね。10本もないです。あ、でも10本ぐらいは。はい。鎌での2丁っていうのも大体同じぐらいあるので。
またカノの方もすごく楽しみにしております、はいはい、ありがとうございました、はい。So there everyone, if you enjoyed watching this video too, if you learned anything new, please hit the like button to support us and please leave us any comments if you have more questions about using two swords at once. And our goal is to achieve 100,000 subscribers by the end of 2023. If you help us to achieve this goal, we'll be able to do a lot more in the future, possibly doing more videos, online lessons, maybe even going to your country and city to hold seminars about San Luis Shindu. It'd be great if you can support us by sharing this video. Everyone, thank you very much for watching. どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。